はい、電波地ベースの電波地と申します。今日はね、まずはタイトル通り、2019年お疲れ様でした。で、2019年、動画いろいろ見てくれてありがとうございます。正直ここまで続けられるとは思ってなかったです。私がベイプ始めたのは、確か1年半ぐらい前で、動画を始めたのが半年ぐらい前なんですね。で、そっから今に至るっていう風な形なんですけど、こんなにね、人が集まってくれるとは思ってなかったですね。本当にありがとうございます。まあ、2019年も最後なんで、2019年買って良かったものとか、これベストでしたみたいな動画を作ろうと思ったんですけど、あいにくね、まだ私の、ベイプの経験が、3分の2が2019年なんですね。なんで、そんなね、2019年これが良かったって言えるようなね、眼蓄を持ってないっていうのに気づいて、やめました。まあ、強いて言うなら、プレシーソ RTA とラクセムは、すごい良かったと思いますね。この二つは、今まで、ありそうでなかったっていうところと、全体的にハイクオリティだったっていうところで、で、値段も抑えられた、ハイエンドからの脱却っていうのができてたっていう点で、この二つはすごい良いものだなと思いました。2019年良かった動画はこれまでみたいな感じで、私のね、まああんまりね、こうやってフリートークみたいな感じで、自由なテーマで喋るということ自体がね、私のチャンネルだと初めてなので、まあ自己紹介というか、あとは、ここ直近のベイプに関するあれやこれに対してちょっと話しようかなと思います。なんか正月とかで暇な時にでも、まあ作業用として聞いてもらえればと思います。まあ電波地ラジオって言えばいいんですか？そんな感じで聞いてもらえればと思います。まず2019年、ベイプシーンにおいて何があったかというと、まあまずは法規制関係ですよね。私がよくね、レビュー動画とかを見てた頃は、まあ今もね、ちょこちょこ見てるんですけど、見てた頃って、どんな人でも、提供もらってたし、大体の人が広告ついてたんですよ。ただ、今は、だって、今、私のチャンネル750人ぐらいですか？だって、それよりチャンネル登録者少なくて提供もらってたところなんていっぱいあるわけですよ。妬みとか、そういうあれじゃないんですけど、まあまあ、提供もらってないわけではないんですけど、その例えば企業からとかですね。だって、シャンティからの提供なんて、もう、あなたの友達感覚で物あげるよって言われてるものだけなんで。で、まあ、あとは視聴者さんからの、まあ、プレゼントというか、レビュー依頼というので一件ちょっとやらせてもらいましたけど、まあ、企業からとか、そういう、面識のないショップって言えばいいんですかね。そういうところからの提供って基本的にまだもらってない。まあ、半年、1年ぐらい前だったらね、もっとバンバンいたと思うんですよ。まあ、っていうところでね、結構ね、規制が厳しくなってきてますよね。だってフィリピンはだって公の場でベイプ吸えないんでしょ。で、アメリカはま、いろいろあったじゃないですか。死人も出たし。まあ、日本はね、まだ大丈夫だと思いますけどね。っていうのも、まあ、まずフィリピンは、そもそもね、タバコを公共の場で吸っちゃいけないんですよ。そういう法律があって、公共の場で吸うと罰せられるので、それの対象に電子タバコも入っただけなんですね。アメリカに関しては、まあ、葉っぱが、解禁されてる州もあるので、で、それをベイプで吸うと、粗悪なものを吸うとっていう風な図式なので、別に公共の場で、まあまあ年々進んでますけど、公共の場でタバコを吸える場所がある、かつ、葉っぱっていうのは全面的に、法規制されてる日本においては、まあまだかなって思いますね。タバコ OK で電子タバコ NG はよくわかんないですからね、本当に。まあそういう、まあ金の話とかも絡んでくるんでしょうけど。で、まあまあ、Google 自体がね、アメリカ企業なんで、まあ電子タバコに関してはね、もう収益化を外しちゃいましょうみたいな。まあ、アメリカらしいっちゃアメリカらしいっすよね。とりあえず関係あるものは全部潰すみたいな。まあ、別にこれ、金稼ごうって思ってやってるわけじゃないんで、別に私は動画消されなければ、別にいいのかなって思って
てて、まあ、提供欲しいですよね。めちゃくちゃ単純で、私がこのチャンネルを始めたきっかけって、グーンを買った時に、なんとなくちょっとレビュー動画の真似事したいなって思ってやったっていうのと、もう二つ理由があって、もう最近は動画上げてないっすね。おいちーっていう、ちょっとイケメンのお兄さんいるじゃないですか。なんかあの人が絶賛してたアトマイザーを買ったら全然美味しくなかったんですね。個人の味の認識の違いとかじゃなくて、文字通り味が全然出なかったんですよ。なんか、レビュアーって基本的にそういうところが絡むとちょっと、思ってることと違うこと言うんだなって思って、ビルドもね、完全に真似して吸ってみたんですけど、じゃあ、本当に、私の意思で、私が美味しいと思うもの、もしくは私がまずかったって思うものを、正直に言う場が欲しいなって思ったんですよ。で、まあ別にそこはベイプショップでもいいんですけど、それだったらね、もう今ね、ネットというね、広大な場所があるので、そこで細々と、ブログ代わりにやれればいいのかなって思って始めたっていうのが二つ目。で、三つ目としては、企業からただでも物をもらってるレビュアーが羨ましかったっていう、俺も欲しいって思って、それで始めたんですよ。なんか金にしようっていう考えはあんまりなかったっすね。まあ金がもらえれば、それはいいことだと思うんですけど、逆にね、お金をもらっちゃうと、なんて言えばいいんですかね。まあ最初の1個目の、自分が美味しいと思った、自分がまずいと思ったものを正直に言いたい、言える場が欲しかったがね、なくなっちゃうんですよ。多分。そういうことをしててもいいような、そういうね、折り合いがつけばね、やってみたいんですけど、まあね、そういうこともあって、で、あとはそもそも YouTube で金を稼ぐって発想がなかったっていう、普通に私も勤め人としてただ仕事をしているので、別にそれで生きていけるっているので、なんか別にそこまでっていう、YouTuber で一山当てたろうみたいな、そういうね、考えには至ってなかったですね。そういう発想がなかったですね。まあ、てな感じで、なんか別に金にならなくても私は、このレビューを、飽きるまではやります。飽きるまではって毎回書いてるので、飽きるまではやります。で、もう二つぐらいかな。最近のベイプ事情。ポットすごい流行ってますよね。てか、ポット製品めちゃくちゃありますよね。私、ポット全然使わないんですよ。なんでかっていうと、ビルドが楽しいからなんですよね。ただ単純に、味の優劣で、語るんであれば、それはね、タバコと何も変わらないと思うんですよ。紙巻きタバコと何も変わらないと思うんですよ。紙巻きタバコって、銘柄があって、重さがあって、それを吸って、美味しいか美味しくないかで決めるじゃないですか。自分が吸うタバコを。それとね、何も変わらないと思うんですよ。ポット買って、ポットの抵抗値決めて、まあ 0.6 オームか1オームみたいな。で、0.6 オーム吸って、美味しいかまずいか判断する。タバコって別にそこまで熱狂的にハマってる人っていないじゃないですか。なんかそれと同じ次元なのかなっていう思いがあるので、あくまで私がベイプが好きなのは、自分の範疇で味の出し方を、試行錯誤できる。っていうところなんですよね。変なビルドを試してみては全然美味しくねえやだったり、なんかちょっと今までとは発想を変えたビルドをしたらめちゃくちゃ美味しかったとか、あとこんなめちゃくちゃ変な形してるけど超このアトマイザーうめえとか、だからそういうのがね面白いんですよね。で、まあ、なんで、私はね、ポッドは使わないんですよ。で、リビルダブルできるポッドこそね、私、世のポッド製品の中で一番いらないなって個人的に思ってて。だってあれって、モッドと RDA が、1対1でもう交換できない、もうくっついたまんまのスターターじゃないですか。AIO に近いんですか？だったらモッドとアトマイザー買えばよくないって思うんですよ。だって持ち歩きとか考えれば、だって、バッテリー容量としては似たようなもの、350でチューブって今選べるぐらいあるじゃないですか。それ使えばいいじゃんって思うんですよ。いや、350チューブと、リビルダブルポッド
って、だって用途似てるじゃないですか。持ち歩き重視でみたいな。それ考えたらだってそのリビルダブルできるポットが自分に合わなかったら、だってスターター、ってかモッドの方までダメになっちゃうわけですよ。モッドの方まで使わなくなっちゃうわけですよ。そういう風に考えると、リビルダブルのポットこそ私は一番いらないんですね。塩とか、あとは、アルファベット3文字のやつとか、そういうのにちょうどいいのはわかるんですけど、まあ私、そのアルファベット3文字のやつは、全然効かないんですね。1ヶ月、1200mg のやつを吸って何も起きなかったので、多分効かないんだと思います。で、塩も塩で350チューブとか、RTA とかで 0.9 オムぐらいとか、MTL で吸ってるんで、それでよくない?みたいな、そんな感じになってるんで、ポットを持ってる人をバカにするとか、リビルダブルできるポットなんて必要ねえよ。下に見てるとか、そういう気持ちは全然ないんですね。だって、人によって、求めるところは違うし、ポットの見た目が好きだっていう人もいますし、で、ポットの手軽さが好きだ。このサイズじゃないと嫌だっていう人もね、いるのはね、もちろん分かってるんで、そこを否定する気はないんですね。だって、ポットを吸ってて楽しければ別にそれでいいんだから、ただ私はポット多分使っても楽しくないので買わない。ただそれだけなんですね。公道で180キロ出したい人がワゴン R 買わないし、とりあえず、街中の足に使えりゃいいやって思ってる人はフェアレディ Z を買わない。ただそれだけのことなんですよね。しかもそれ以上に、あれですよね、ポットの方がランニングコスト高い気がするので、だってポットだって、そのポットと専用品のカートリッジを定期的に買うってどうなのとは思ってるので、消耗品でそれはちょっとなーっていうね。消耗品にいっぱい金かけたくないっていうのがあるので。で、まあ RDA とか RTA とかだと、まあワイヤーの種類はあれど、基本的にはみんなどれも同じだから、まあジェネシスとかもありますけど、まあ基本的には、何も変わらんのかなっていう。この RDA を買った、じゃあ一緒にこれの、専用ワイヤーも買わないとね。っていうのがね、ないのが私好きなんですね。とりあえず RDA だけ買って、で、家にあるもんで、なんとなく組んで、みたいな。そういうね、スタイルが好きなので、まあ、ポットはね、ちょっと趣味に合わないというか、まあ、これ以上言うと悪口になっちゃうんで、私、ちょっとあまり口がよろしくないので、別に私はポッド使ってる人を否定する気は毛頭ないんですけど、そういう風に伝わってしまうという、思いとは裏腹に伝わってしまうっていうのは人間よくあることなので、あんまり言わないようにしてるんですけど、まあ、そんな感じですね。なんか、ポットブーム早く去ってくれとは思ってます。いろんなメーカーが、RDA とか RTA とか出してほしいなって思いますね。で、それでスティンガー大失敗したんですけど、まあ、今年は、皆さん本当にありがとうございました。重ね重ねになっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、750人ですか、今。で、次は1000人ですか。ちょっと1000人まではちょっと頑張ってみようかなっていう風な感じですね。まあ、1000人まではとは言いつつも、まあ、それ以降もね、ぼちぼちやっていければいいかなと思いますね。最後にね、多分皆さんも完全に飛ばしてると思うんですけど、動画の最初に、注意事項って出してるじゃないですか。黄色い文字で読みづれえなって毎回思いながら編集するんですけど、ビルド真似するときは自己責任でやってねーとか、あと、ベイプって成人してからだよねみたいなところに、ちょっと本当大きめで、鵜呑みにすんなよ。自分で考えてこそのベイプだぞって入れてるんですね。言葉私すごい好きなんですけど、自分で考えた言葉じゃないんですよ。多分皆さん知ってるかな?多分ね、ほとんどの人は知らないと思うんですけど、ポケットモンスターっていうゲームがあるんですね。みんなで編集できる攻略サイトみたいなところのトップページに書いてあるんですよ。鵜呑みにすんなよ。自分で考えてくそのポケモンだぞって書いてあるんですね。私ね、この言葉をね、もう10年以上前に見てすごいハッとしたんですね。皆さん全然知らないと思うんですけど、ポケットモンスターって、友達とかオンラインでバトルができるんですよ。強いポケモンとか弱いポケモンとかあるんですね。なんで、それでネットで情報収集して、強いポケモンを揃えて、で、勝ちたいっていう
人たちって結構いるんですね。ただその自分で考えない人も結構いるんですよ。その攻略サイトに載ってたとか、あと有名な人がこういうのでこういうポケモンを使ってたっていうのだけで、なんとなく使ってる人たちってたくさんいるんですよ。でも鵜呑みにすんなよ、自分で考えてそのポケモンだぞって書いてあるわけですよ、攻略サイトに。自分で考えることって別に趣味じゃなくても、あの仕事でも実生活でもすごい重要だと思って、まあ、考えないとね、次に繋がらないんですよ。ケネディの 25mm は、0.2 オームぐらいですると美味しいよって例えば言うじゃないですか。で、鵜呑みにした場合は 0.2 オームで組んだ、美味しい、やったで終わるわけですよ。で、ただ考えるとケネディの 0.2 オームぐらいがうまいよって言ってるのはなんでなんだろうっていうので考えていくと、その RDA の背がそもそも高いのと、あとエアフローがズドンと結構大きめに開いてあるんで、たくさん煙を出さないとアスカスカして美味しくないよっていうのと同じ理由で、エアがね、エアの流れがすごい大きく入ってくるんで、たくさん煙を出しても熱くなんないよ。だから 0.2 オーム付近だと美味しいんだよね。っていう風なね、そういうところにたどり着くんですよね。って考えると、次買ったアトマイザーに生きるんですよね。ケネディよりはちょっと中身の体積も少ないし、エアフローも抑えめだから、0.2 オームだと熱いな。じゃあ 0.4 オームとかでやってみようとか、そういう次につながるわけですよ。で、何も考えてないわっていう、何も考えずに 0.24 美味しい、やった、おいしいってなってる人は、例えば、なんて言えばいいんですかね、ユリ RDA を次に買ったとしても多分 0.24 で組むんですよ。ケネディは 0.24 で美味しかったという情報しかないので、じゃあユーリも 0.24 で組んだら美味しいんじゃないのみたいな、そういうことになっちゃうわけですよ。まあ極端な話ですけどね、ケネディ持ってるやつがユーリ買わねえだろっていう、そういうところあるんですけど、鵜呑みにするのはね、良くないと思います。で、私が、まあ、このチャンネル、かなり、コアというか、内容がすごい細かいというのは自覚してます。いわゆるね、まあ、ベプログ周りの人たちとは、情報の濃度が、意図的に上げてるんですよね。一回聞いたぐらいじゃ分かんないぐらいのことを、できれば言いたいんですよ。まあ、分かりやすく伝えたいっていうのもあるんですけど、それは、なんでかっていうと、考えるきっかけになってほしいんですよね。レビューを見て、美味しいって言ってる、じゃあ買おうって、やったのが昔の私なんですよ。で、それでは全然美味しくないじゃんってなったのも自分の、過去の自分なわけですね。それと同じ二の鉄を踏んで欲しくないっていう気持ちはあるわけなんですよ。なんで、私が美味しいとか美味しくないとか、そういうことを、まあ、言って、それを、信じてもらって、物を買ってもらうっていうのは基本的にすごく嬉しいことなんですね。最近、ほにゃらら買いました、みたいなコメントが多くて、いや、本当に嬉しいんですよ。YouTube やってて一番嬉しいのってそのコメントなんですよ。私の、言ってることを理解してくれて、賛同してくれて、で、買ってくれて、結果美味しかった。これ以上嬉しいことって基本的にないんですよね。ただ、それでも、決定的な差として、あなたと私は違う味覚を持ってるんだよ。僕は君じゃないし、君は僕じゃないんだよ。っていうところが大前提としてあるので、まあ、だからね、買って美味しかったですって言われるのが嬉しいんですけど、まあ、そういう大前提があるので、私が美味しいとか美味しくないと思った理屈を全部話すので、それを受け止めたあなたは自分なりに解釈をして、ベイプライフに生かしてくださいっていうのが私の動画の目的です。それを実践してくれればそれ以上に嬉しいことは多分ないです。買いましたとか、そういうのと同じ次元で嬉しいなって思います。私、まずい時はまずいって必ず言いますんで、で、なんでまずいのかっていうのも基本的には言うんですよ。昨日のリキッドのやつは、
理屈なく芳香剤だからマジいいからマジって言ったんですけど、アトマイザーとかだったら、こういうところがダメで美味しくなかった。こういうところがダメだから、こういうビルドをしちゃうと、例えば熱くなっちゃうとか、スカスカになっちゃうとか。でも、そのスカスカを解消するために何かをやろうとすると、今度はこっちが引っかかっちゃった、みたいな。そういうね、具体的なところっていうのは絶対言うようにしてるので、まあ、それをもってね、自分で判断してほしいっていうところですね。絶対に美味しくないところは美味しくないって言いますし、今までの動画を見てもらうとわかると思います。で、それをもって自分なりに解釈して、あなたのベイプライフに生かしてくださいっていう風な感じですね。最後に、2020年の、まあ、目標って言えばいいんですかね。それは、まずは登録者数が1000人を超えるっていうのを一つの目標としてやってみたいですね。今のペースだとね、多分1日5人から10人ぐらいは、チャンネルに登録してもらえてるっていうふうね、すごいいい状況なので、この動画投稿のペースをあんまり落とさずにやっていきたいですね。っていうのと、あとは、企業からの提供があると嬉しいなって思います。まあ、そんぐらいですかね。あんまりね、目標めいた目標もね、あんまりね、立ててやってるわけじゃないので、概要欄に毎回飽きるまではって書いてますからね。個人の趣味の範疇なんで、そんな感じでゆるい目標で、1000人超えたら何かやります。で、年明けはね、多分ね、1月の、5日かな。5日か6日ぐらいに動画を上げると思います。ちょっと今日12月31日なんですけど、1月1日今ちょっと移動して、ちょっと実家に帰ろうと思ってます。で、実家がね、関西の方なんで、そっちのベイプショップにちょっと行ってみて、で、なんか仕入れられたりとか、あとは季節柄福袋ですよね。そういうのをね、動画にしておこうかなって思います。で、買ったんだけど未開封っていうモッドがね、今ね、2個ぐらいあるんですよ。なんかそれもあるんで、で、福袋って、基本的には残念になるじゃないですか。その場のドキドキを楽しむのが目的なので。そういうのでね、私が手をつけてないものが溜まっていったら、ちょっとずつね、皆さんに使いたいと思う人の手に、渡していきたいなぁ、みたいな。そんな感じもありますね。そんな感じで、今年もありがとうございました。で、来年もよろしくお願いします。これからもマイペースで続けていきます。よかったら見てってください。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。